何度見ても似ている。見れば見るほどものすごく似ている。イルマに秘めたやつだ。ひらひらのふわふわなど、やっぱり他人の空似だな。おお、いつの間にこんな照明を。こいばなよ。こいばな、こいばなの。誰だ。空き部屋を無断で使用するな。ひらひらでふわふわ。この方はいたりするのかしら。はい、イルマチ。違う、ダメリさん、聞いて。なしか。違う、魔術の練習で。魔術の。はい。よかった。いつもイルマの近くに何かいるとは思っていたが。大丈夫か、アメリ。顔色が良くないようだな。大丈夫です、お父様。少し寝不足で。まさかとは思うが、原因はイルマか。この指輪さんとおしゃべりをして一緒に練習を。指輪が喋るわけないだろう。キラキラでふわふわ趣味に加えて妄想癖まであるのか貴様。アリサ、どこに。失礼する。アメリさん、僕の野望決まりました。アメリさんのおかげです。そうか、聞かせてくれ、お前の野望を。はい、僕の野望、それはキラキラーメンフワフワーの服を着てかわいくステージで歌うことです。なんでそうなる。何か羽織るものをくださいませ。この服、恥ずかしいので。本当にそうなのか、イルマ。いや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 、あ、違った。言っておくな。行ってきまーす。お、誰だ。うわっ、イルマ、今から来るだと。イルマ、貴様というやつはヒラヒラのふわふわだけでは飽き足らず、そのように面倒無用。失礼します。よく来たな、イルマ。声が裏返ってしまった。平常心、平常心。お時間をいただき感謝します。いや、何気にするな。イルマを生徒会に入れたと聞いた。本当か、アメリ。イルマは見どころがありますから。見どころ。その将来的には立派に成長すると思います。将来成長。しかし、悪周期という噂は本当のようだ。いつもより堂々としているというか、なんというか。まあ、これはこれでよし。